まずは色のついた面を内側にして三角に半分に折りますこれを開いてこの真ん中の折り筋にここを合わせて折ります上側も同じように折ります これを一度開いてこの部分を今ついた筋に合わせて折りますそれを閉じて上側も同じように折りますこれを今度はこの紙の継ぎ目で 紙の継ぎ目に合わせてこのように折ります。これも一度開いて、上側も同じように折ります。開きます。これを縦にして今度は両側から折り筋に合わせて折っていきます。 両側に折ってたわんだ紙をこのようにこのようにまとめて上からつぶします。このつぶした部分を今度は上にめくりながらひし形に折ります。この時に完全なひし形にせずに 上に半開きのひし形を作りますすこんな感じですこれを裏返して今度はこの部分を一旦折って折り筋をつけますそうしたらこの折り筋に下の角を合わせて折ります これをひっくり返して、さらにこれを折り上げます。このように折り上げます。ここの長さがおよそ1センチになるぐらいの位置です。次は折り上げて段になった部分を このように三角に潰して折りずらします。こちら側も根元を細く折って三角に折りずらして上から潰します。こんな感じです。次にこの部分を折り返します。 ここの頭の触角の根元はそのままに水平になるように折り返しますこことここが水平になるように反対側も同じように触角の根元から方までを水平になるように折ります表にしてバランスを見てちょっと直しながら こんな感じです。次に角を折り上げます。この長さがおよそ2センチ、およそ2センチぐらいになるところの位置で折ります。次に方の下の部分を裏に折り返します。 左右対称になるように特別決まりはないですが、顔が丸っこくなる位置で折り返します。こんな感じです。次に左右の方のとんがりの部分も裏側に小さく折り返します。最後に触覚です。触覚のこの部分を表に細く折ります。 細く折ったら真ん中ら辺で今度は下に折り曲げます。こんな感じです。これで折り紙部分は完成です。これに顔を描いていきます。鉛筆で下書きで描きます。目はかなり大きめです。 水のトカゲということで他のピカチュウやヒバニーよりもだいぶ目はギョロッとしてます縦長のギョロッとした目を小さく鼻の穴が2つ口はトカゲ系なんでムスッとした口が 目の下に丸い青い模様があります。黒目も縦長です。あんまり大きすぎず小さすぎず、 こんなな感じかなこれを目の部分をマジックで縁取りします。 鼻と口。鼻と口と目は縁取りして、他は縁取りしません。頬の部分の目頭の。青い模様を塗ります。あ目尻か。 このメッソンは黒目も青です。交際が2つ目の上と目の瞳の中央に。こんな感じです。 角というか触覚の端も青です口の中は 薄紫触角の残りは黄色なんですがこれはちょっと早送りで全体をしっかり塗りつぶしておきます。 最後に白のマジックで白目と交際を塗りつぶします。 これでメッソンの完成です。